日本最古の神社十選神社は日本固有の宗教である神道の教えにおける祭祀施設で、日本には神社がおよそ8万社あると言われています。神社こ,こを見ると建立された時期は様々で、古代以前にまで遡るところもあれば、明治期に新設されたものもあります。ただ古い神社だと文献に頼らないとその歴史をたどる。 ことができないために正確な年代を図るのが難しく、いくつもの神社が日本最古の神社を自称しています。今回は日本最古の神社を名乗る神社を紹介します。10大宮神社。大宮神社は奈良県桜井市にある神社です。奈良県で最古の神社とされています。主祭神は大物主の狼、副祭神は大名虫の神、少なびこ名の神、 少な彦名の神です。奈良盆地をめぐる山の一つである三和山をご神体としています。古事記において三和山は大物主大臣と勝玉頼姫の恋物語の舞台として語られる優秀ある土地であり、昔の桜井市一帯を支配した出雲の神、一族によって神奈美信仰、自然をご神体とする信仰の対象となり、山中の岩で岩倉祭祀が行われたと言われています。 大宮神社の縁起書によると、山の頂上付近にある、沖津岩倉に、大物主大臣、中腹の中津岩倉に、大名口の神、ふもとの変津岩倉、へつ岩倉に、少なびこなの神が沈められているとされています。旧伊勢神宮。伊勢神宮は、三重県伊勢市にある神社で、正式名称は単に、神宮と言います。他の神宮と区別するために、伊勢神宮と呼ばれます。 日本を代表する神社であり、お伊勢さん、大宮宮さんと呼び親しまれ、江戸時代には伊勢神宮を参拝するおかげ参りが流行しました。実編者19の東海道中日ざくり下では、当時の民衆のおかげ参りの様子が描写されています。また、明治時代に編纂された近代社格制度において、伊勢神宮はすべての神社の上に位置するものとして、社格の対象外とされました。 伊勢神宮は、広大神宮と、豊家大宮宮の二つの星宮をはじめとする125の旧社によって構成され、広大神宮の祭神が、アマテラス大神,神、豊家大宮宮の祭神が、豊家大神です。日本書紀によると、伊勢神宮の成り立ちは、第11代水人天皇の時代にまで遡ります。天孫降臨の際に、アマテラス大臣は、自らの心霊を込めた、 八たかがみを三種の人儀の一つとして、神武天皇に授け、第十大す神天皇の代に、大和の笠縫いの言う、笠縫い村、否定地不明に移しました。す神天皇の代に、日本で薬病が流行ったために、八た神は、薬病の鎮圧のために各地を転々とし、最後に、現在の伊勢神宮の広大神宮に鎮座したそうです。八位甘と神社。奈良県天理市にある、 大山戸神社は、現在の奈良県の旧国名である、山和国の名前の由来となった神社です。他にも、あの戦艦山和に、山和神社の文霊が、守護霊として祀られていました。昭和17年に、特別神父仙座祭を行って分祀し、その後戦艦山和の艦長以下の陸民もたびたび、山和神社を参拝したといいます。山和は、昭和20年に撃沈され、 現在も当時の海戦で亡くなった2736柱の英霊と、慶巡洋館、矢作など大和の護衛艦の乗組員が国家鎮護の神として、境内の奏霊者に合志されています。祭人は、日本大国魂大臣、大和の大国、玉の神、八千穂の大臣、大国、主の神、五年大臣、大年の神のみ柱であるとされていますが、日本大国魂大臣以外の二柱については、 諸説あります。第5代、高昇天皇の時代に、当時日本大国魂大臣と共に、宮中で祀られていた、天照大臣が、笠縫の湯に移されたことを機に、日本大国魂大臣も、またシーソユウ、市氏の村に移されたのが、大和神社の始まりとされています。七諏訪大社。諏訪大社は全国に2万5千社もある、諏訪神社の総本社です。長野県諏訪市。 地の市、諏訪郡下諏訪町など、諏訪湖の周辺の二社四宮によって構成されています。祭神は、竹方の神と、その日である八坂刀売り神、八坂止の神の二柱です。諏訪大社の成り立ちは、古事記にまで遡り、国譲り、国掴みが天神神に対して、吉原、中国を譲り渡すエピソードに反対した竹方人が、諏訪まで逃れ、 そこに国を築いたことが始まりとされています。平安時代927年に編纂された演技式神名帳にも南方島美神社、港畳の神の社代という名前で、信濃国48社の第一として記されているほか、地頭天皇645から703が諏訪大社に直詞を送ったという記録も残されています。諏訪大社は独特の祭祀や信仰が残る神社としても、 有名です。四社の社殿の四隅には、お柱と呼ばれるもみの柱が立ち、七年に一度、虎と猿の年に柱を建て替えます。樹齢200年を超える巨大なもみの柱を引き立てる、お柱祭りは、千年以上の歴史を持つ有層な祭りであり、毎回多くの観光客が訪れます。また、諏訪大社の祭祀には、諏訪地方を中心に、関東、近畿地方にまで広がる、 三尺寺信仰の影響が残っています。そのためか個々の祭神はあまり意識されず、地元の人には、諏訪大名人、諏訪神という名前で親しまれています。六下屈神社。2004年、和歌山県、奈良県、三重県にまたがる三つの霊場と三つの三景道が、紀伊山地の霊場と三景道として、世界遺産に登録されました。このうち三重県熊野市の熊野山山にある、 花の岩屋神社は古代から岩屋の熊野として熊野散々信仰の中心地となってきました。祭人は伊沢波の御事とカスグルトッチソン、カグツチの御事です。日本初期の国海において伊沢波の村が火の神であるカスグルトッチソンを生み、陰部を焼かれて亡くなった際に埋葬された木の国の熊野の有馬村が花靴神社の言われだと言われています。 花靴という名前は、イザナミの村に対して花を供えて祀ったことに由来しています。花靴神社の身体である巨岩のふもとにある、ほとは何、イザナミの村が葬られたと言われています。ちなみに、演技式神明朝などでは、花靴神社は記載されていません。日本書紀のエピソードから神社ではなく、墓所として扱われていたようで、神社として扱われるようになったのは、明治時代以後のことです。 五、入川上神社上社。入川上神社、上社城。二、丘川神神社、神社は、奈良県吉野郡川上村にある神社です。上社とあるように同名の入川上神社下社が、奈良県下市町にあり、大になっています。また、奈良県吉野郡東吉野村にも、同名の神社があり、こちらは、中社と言われます。主催神は、高尾神、高尾神の神で、 灰神として大山積神、大山積と大雷神、イカズチの狼が祀られています。かつては、水羽目の神、水和の目を主祭神としていましたが、1922年に、現在の中車との合併によって、現在の主祭神へ変更となりました。入荷は上、神社上車は決して規模の大きな神社では、なく、歴史も、天武天皇の時代である675年に、建立されたと残っている程度です。 しかし、大滝ダムの建設の際に境内を発掘調査したところ、平安時代以前の祭壇跡や縄文時代の祭祀施設である環状排斥遺構が出土し断絶した時期こそありますが、入川上神社城舎が縄文時代から宗教的な機能を有していたことが明らかとなりました。現在、入川上神社城舎は日本遺産、森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしと心から、 美林連なる造林発祥の地、吉野からの構成文化財として認定されています。4宇治江神社。京都府京都市宇治山田にある宇治江神社、宇治が神社は、創建年こそ不明ですが、本殿は1060年頃に建てられたと推測され、日本最古の神社様式を採用した神社です。1052年創建の平等院との関連も推測されています。 第醐天皇が平等院を訪れた際、隣接する宇治神社と共に、利休明神と名付けました。宇治にはかつて、宇治七名水と呼ばれる七箇所の湧水がありましたが、現在では宇治上神社境内の、桐原水しか残されていません。宇治上神社の本殿や拝殿は国宝に指定される、ほか、宇治上神社は、世界遺産、古都京都の文化財の構成遺産の一つとして、登録されています。 三、イザナギの神宮。淡路島は危機に記される、国海において、最初に生まれた土地であり、国海、神海を終えた、イザナギの御事が、淡路島、他が後に宮、優遇隔離の宮に沈まったと伝えられています。イザナギ。神宮はこの優遇として伝えられる神社であり、祭神も、イザナギの村と、イザナミの御事です。地元では、淡路島で、 最も社格の高い神社であることから、一さん、あるいはそのまま、イザなぎのさんと呼び親しまれた神社で、優遇でなくとも、日本書紀などに記載があります。イザなぎの神宮の境内には、樹齢900年を超える、夫婦オークスと呼ばれる、高さ30メートルほどの大きなクスノキがあります。2メートルほどの地点から二股に伸びており、もともと2本のクスノキだったものが一つとなったもので、祭神である、 夫婦神のイザナギノ村とイザナミノ村のご神霊が宿るご神木だと伝えられています。日神根神社。島根県松江市大場町にある神根神社、カモス神社は高床式倉庫から発展した大古そづくりと呼ばれる建築様式を採用した神社の中で最も古いものです。現在まで伝わる神社建築様式が確立する前には、 新婚神社や出雲大社などの大こそ作りや、住吉大社などの住吉作り、伊勢神宮の神明作りなどの建築様式で神社が建てられました。新婚神社は、天の保避の命、天の保避が創建したと伝えられていますが、縁起式神明帳や国史などの文献に記載がなく、初めて登場したのが鎌倉時代の文献のため、実際の創建は平安時代以後のことだとされています。 現存する最古の王こそ作りのため、新婚神社は1952年に国宝に指定されています。一、大名むの神社。大名むの神社、大名む神社は、福岡県朝倉郡畜前町にある神社です。祭神は、大国主名、大國に主のみことで、大神宮神宮とも呼ばれる他地元では、恩が、様とも呼ばれます。日本書紀によると、 神宮皇后が白木を征伐する際に兵が集まらなかったために大宮社を建てたところ無事に兵が集まり白木征伐に繰り出すことが出てきたと伝えられています。また山大国の会を主催する大学教授安本美典は数理文献学という手法を用いて危機などを統計学的に分析し山大国が福岡県朝倉郡にあったとする説を唱えています。これは現在 日本初期などで、山和国で起きたとされることは皆朝倉で起きたことであり、朝倉で勢力を築いた山大,大国が当選し、山和国へ政権を移動させたという考えです。この、山大国イコール、朝倉説において、大名無知の神社は、奈良県桜井市の大宮神社に該当する存在です。確かに、日本初期において、大名無知の神社は、大宮社と呼ばれ、 大宮神社と通じるところがあります。他にも、大名虫の神社と、大宮神社は、周りの地形が酷似しているとも言われています。山大国の所在については、まだ確たる証拠はありませんが、こうした歴史ロマンを味わえるのも、大名虫の神社の醍醐味と言えるでしょう。今回は、日本最古の神社を自称する神社の数々を、紹介しました。残念ながら文献ベースの分析が、メインのため、 日本で本当に一番古い神社というのはわかりませんが、今回紹介した神社はいずれも社格が高く、立派な言われを持つ神社です。近年では参拝することで運気を上昇させるパワースポットとしても注目を浴びています。ぜひ旅行などの参考にしてください。